グーダーハント・フィアテルは、ドイツ連邦共和国ニーダーザククン州のシュターデ軍に属す町村である。この町は、シュタイン・キルヒエンに本部を置くザムトゲ・マインデ・リューエを構成する自治体の一つである。この町は、ハンブルクの西、ヨーロッパ最大の果樹栽培地域の一つである、アルテスラントの中央に位置する。リューエ側が、東のノイ・エン・キルヒエム及び、 ミッテルン・キルヒエンとの境界を成している。グーダー・ハント・フィア・テルの名前が文献に初めて登場するのは比較的遅く1524年である。この際にはゴダー・ハンデバーンデールと記述されている。中世後期から大きな入植地であったルーが4つの地区に分かれたと伝えられている。このうち3つが境界のあるシュタイン・キルヒエン、ミッテルン・キルヒエン、 ノイエンキルヒエンで、残る一つが、教会のないグーダーハントフィアテルであった。その名前の由来は明らかでなく、主に二つの説がある。グーダーハントフィアテルが、シュタインキルヒエンから見てまさしく右手にある地区であったから。被災のいる教会がない。この村は、神の善なる手に委ねられているから。この町の議会は11議席からなる。ありがとうございます。